キャバリエは、トヨタ自動車で1996年から2000年にかけて販売された D セグメントに属していた4ドアセダン及び2ドアクーペである。詳細は、シボレーキャバリエを参照1996年1月から販売が開始された。キャバリエは、当時日本とアメリカ合衆国の間で課題とされていた自動車の輸出過多による貿易摩擦の緩和を図るべく、すでに1995年に販売されていたシボレー、キャバリエをベースに、ステアリングやウインカーレバーの右側移設化といった仕様変更を施した。仕様変更を施すにあたっては、トヨタ自動車の技術協力がなされており、D セグメントの輸入車としては、異例の低価格戦略や当自動車の CM キャラクターを務めていたところジョージプロデュースによる特別仕様車の設定などで一時話題となった。なおところは愛犬のインディと共演していた。純正 AM、FM カセットステレオはシボレーキャバリエのものをそのまま採用したため、トヨタ車として見れば異例の時計表示機能付きステレオであり、オプションで傾向感式デジタルクロックを選ぶこともできない。したがって、社外品のオーディオやナビを取り付ける場合、トヨタ車用のオーディオ変換コードは使えない。年間販売目標台数の2万台に対し、1996年以降の累計販売台数は 36,228 台にとどまるなど販売は思うように振るわず、2000年には当初予定していた5年間の販売計画を前倒しして、同年4月12日をもって、日本への輸入そのものが終了した。販売期間中の新車登録台数の累計は 37,310 台当時のトヨタ店、セダンラインは価格、ローカライズ、販売力、整備体制、広報とこれだけの環境を揃えてもよくできた平凡、優れた中庸という控えめながら優れた日本車に慣れた消費者には全く受け入れられなかったと言える。なお、同社の日本国への輸入打ち切り後も、アメリカ合衆国では2005年まで販売が続けられていた。取扱いディーラーは、トヨタ店、東京地区では、東京トヨペットでも販売。大阪地区では、大阪トヨペットにて販売された。英語で、騎士を意味するカバリエに由来する。ありがとうございます。